あ？往復はあれです、日帰り。富山ですよね。富山なんですよ。今日は3本だ、すごい。ドラマ3本、曲も抱えてほしいな。曲も抱えてほしいな。パダさん、ハートありがとう。あ、あれ持ってくんの忘れた。明日にしようかな。ちょっと一応持ってきてもらおうかな。どうせパパ上に来るっしょ。あ、ここで言おう。紙袋持ってきてって言っといて、ママ。私の席の隣にある紙袋持ってきてーってパパに言っといて、持たせといて。でもちょっと時間も時間だからあんましあれかも。そう、明日もあるので。はいってママから来た。明日も、いや、ママはあれなので、眠いですね。サッシーさんの話から見始め、私はもう全部見てますよ、10時からちゃんと。ネギの話とかもママに、そう、なんかサッシーさんの話が出た時に、なんか指原さんがそのブログ書いてたんですよねみたいな話してて、その瞬間に私は「ネギの話でしょ」って言ったらママに「え、なんで知っとんが？」って言われました。でも AKB ファンならね、割と、最近 AKB を好きになってくださった方はもしかしたらね、え、そんなこと知らなかったって方も多いかもしれないですけど、やっぱも、なんていうの、前から AKB を好きでいてくださってる方とかは、多分サッシーさんのネギの話は有名ですよね。割と有名ですよね。指原さんブログイコールネギみたいな。道路にネギ落ちてたみたいな。有名話。あ、どうもー。何その怖い顔してくんの？キトキトスマイルで、間違えた。キトキト笑顔で来て。あ、無視された。パンダさん、ハートありがとうございます。だいぶファンやってると思ってたけど、ネギの話は知らなかった。そう、ネギの話があるんですよ。またアバターガチャ始め、そうなんだ。頑張って。 頑張って出してね、みんな。ハーピョンのアバター。 ランダム。ランダム。
日開封にしようかな。今じゃないけど。今日はデカビタ。ん？前回一発目がハルピョンのアバターだっただって。ってことは今回はもう最後ですね。人生ランダム。なんでそんな悲しいこと言うの。ごめんごめん。また一発目に出るように祈っとくよ。あ、サッシーさん。きっとダダダダダダ、足りないもの全部君が持ち合わせていたんだ。バックナンバーさん。アトムの子は見ましたよ。見た。見たから10時から配信しようと思ってたんですけど、その10アトムの子が終わった後に秋元先生がドーンって出てきて、待ってと思って、これ見なきゃいけないじゃんって見たいじゃん、見なきゃいけないじゃんってなって、そう、見たくての見なきゃいけない方ね。その義務感とかじゃなくて、なんて言うんですかね、その AKB メンバーだから見なきゃいけないとかっていうより、普通に見たいみたいな、もう見なきゃみたいな感じ。そうそうそう、で結局見てますうん、川の流れ、川の流れのように。パンダさん、ハートありがとうございます。だって4時間睡眠、20時間動いてるってことでしょ？秋元先生すごいっすね。つうことで終わった終わりました。なんかすごいいろんなことがふむふむって聞いてたり、わー AKB 好きならわかるよとかって思ったり、そうそう、私は最近は6時間5時間6時間睡眠、あでも同じぐらいじゃん、ハルピョンも18時間19時間動いてる、すごい、ハルピョンも偉い。っていう感じです。ということで、あテロップ今日はまず今日の総括からいきますか。総括っていうか今日あったことなんですけど、今日はなんと、ショールームさんでですね、オムライス部として、企画商品企画会商品企画開発会議みたいなのをさせていただいてきました。はい、なんとオムライス部としての初めてのあの何ですか、お仕事っていうか活動っていうか
あれだったんですけれども、皆さん見ていただけましたでしょうか。ちょっと多分リップ塗ってないからめっちゃすっぴんって言われるので、ちょっと待って、いや本当に本格的な作戦会議でこんな本格的になると思ってなかったです。竹兄さんミラボール1つ、パンダさんミラボール2つ、ありがとうございます。サプライズレバーさんミラボール4つ、ありがとうございます。なんか見たよって言ってくれる人はわかるんだよ。でお仕事だったからごめん見れなかったっていう人もわかるんだよ。でもさ、劇場行ってて見れませんでしたって怒られたい人なんですね。無視します。トラックエローさんミラボール2つ、ありがとうございます。3429、ありがとう。西くんさんミラボール1つ、ありがとうございます。10個、怒られたい、怒られたいんだ。お前誰だ、誰だ。はい圧をかけると配信切れる女橋本また課題やってて見れなかったごめん、それはもうやらなきゃいけないことだったりとかね、お仕事とかはもうしょうがないけど、言わなくていいことはあると思います。悲しいな、言わなくていいんだよまあっていう感じで、まあなんかオムライスが、オムライス部のオムライスがどんな感じになるのかっていうのがまあ結構話し合ったんですけど、どうでしたどうでした。ミラボル、11、ありがとう、マジありがとう、ハートありがとう。どうでしたかね。しっかり話し合っててよかったです。のなんかその他の部活とかは30分ぐらいでなんか話すこと終わっちゃうからみたいな、そうって言われたんですよ。スーさんミラボール2つ、ありがとうございます。13、そうなのでなんか話したい、なんかそんなあれですよみたいな、なんかだからゆっくり話した方がいいと思いますみたいな話されたんですけど、ミラボール3つ、え ?1、2、待って、何個これ ?1、2、3、4、5、ありがとうございます。13、18、18、ありがとう。そうそうなんですよね。だからなんだっけなんだっけ、だからなんだっけ、ちょっと忘れちゃった、今喋ってた話忘れちゃったんですけどまあそんな感じなのではい、なのでとりあえず、あ、 LINE グループはできました。はい、 LINE グループはしっかり作ってくださいました。止まっちゃった、クマありがとうございます。めっちゃ止まっちゃうなんでだろう、いや私が悪いんですよね、私がこうなんかサイドバーみたいなの出しちゃうから、メニューバーみたいなの出しちゃうから。そうチャケがグループ作ってくれて、さすがまとめ役。そうそうそう、それで頑張りました。
まあでもとりあえずはいっぱい本当に、あそう、なんか他の部活は30分ぐらいで話す内容が終わっちゃって、なんかぽなんかぽーってしてる人たちが多かったですみたいな話をされたので、どうなんだろうと思ったんですよ。そう、私たちもそうなっちゃうのかなとか思ったんですけど、でも全然そんなことなくて、結構本当に本格的にしっかりと話し合いが続いてて、そう、もわーってなりました。うん、本当にファンの皆さんもいっぱいいろんな案を出してくださったりとかしてくださったので、多分オムライスが一番何でもできるんじゃないかなと思って、そうそうそう、いや他の配信見てないんであんまり何も言わないんですけど、そう、なんか要、なんかその要項っていうか、こんなことができますよみたいな書いてあるのを見て、今日話し合ってるのもやったりとかして、オムライスが一番なんかいろいろできるんじゃないかなって、アレンジとか、そう思いましたね。うん、なので、まあ、1回ではなく2回3回4回5回 皆さんに足を運んでいただけるように頑張るのでよろしくお願いします。はい、ただ本当にな、まとまってないので、今とりあえず今日はそのいいなと思うも案を出しただけなので、まとまってないので、そうそうそう、ハルピョン気をつけてね、なんだ気をつける、あれかな、やけどとかかな、気をつける。気をつける。ライスをチャーハンにしてもおいしそう。それこそあれですよね、あのケチャップライスをアミさんがチャーハンって言ってた件について。面白いなと思いました。普段からオムライスよく食べるんですか？だって、私は本当にオムライスめっちゃ好きで超好きなんですよね。はい、そうですよね。なんかそのまあ日程的にもしかしたらメンバーがね行ける日があるのかないのかわからないんですけど、なんかちょっといつからいつっていうのもわからないんですけど、でもね、なんか全く行けないとかじゃなくてさ、行ける日あったらいいですよねって思います。私も追加で湯本さんが入ってくるの、あ、追加のメンバーは聞いてないですまだ。そのそうじゃなくて、あの配信中にコミさんが言ってたんですけど、そのケチャップライスのことをアミさんがなんかチャーハンって言ってたっていう話をコミさんから聞いたってだけです。はい、配信中に聞きました。あの見逃した方はアーカイブとか残るのかな、わかんないけど、ちょっとそこら辺は分かんないんですけど、もし残ったら見てください。そのなんか2週間くらいかなみたいな話は言われたんですけど、配信のあれが、そうそうそう、ただ配信じゃないや、なんだっけ、販売のあれが、でも分かんないみたいな、まだ、でも、まあ、2週間ぐらいかなみたいな感じっぽいです。オムライスじゃなくてキンパ作るって言ってなかった？キンパではないんですけど、なんて言うんですかね、だってオムライスって卵とご飯ってことじゃないですか。そうそうそう、だからそれは崩さずに、だからそのまあ要するに海苔巻き、オム巻きみたいな感じ。そう、オム巻きみたいな感じです。でもまだ何も決まってない、全然。もうとりあえず今日はいっぱい案を出してって感じ。それこそマチャリンも今日いなかったし、さっき言った追加メンバー2人、誰になるかわからないけど、その2人もの案も聞かなきゃ絶対いけないし、そう、だから特になんかもう確定っていう感じではなくて、そう、いろんな案をとにかく今日は出したっていう感じで、そう、なんかなんか配信のコメントにもなんかそれはキンパじゃんみたいな、めっちゃいたんですよ。
そう、それはキンパじゃんみたいな、オムライスっていう名前で勝負してるのにキンパ作っていいのみたいな、無視したんですけど配信中はそのコメント。そう、でもやってることはオムライスだし別にと思って、ただのり巻きにしてるだけで別にそれがそのじゃキンパって名前ではないじゃないですか、別にオムライスだって、うん、なんか問題あんのかって気持ちでした。オムとライスを使ってればいいんでしょ、うん、どやどやどや、だからその案が出てきたこと自体がまず普通にオムライス部の褒めるべき点であって、普通にやっぱ私自身もオムライスって言ったら確かにそのもうオムライスっていうのしかやっぱ想像してなかったんですよ。そう、でもそうやってエリちゃんがまあのり巻き風キンパ風にするのもどうっていう案をくれたので、それはマジですごい案だなと思いました。うん、皆さん脳みそが硬いんです、私もだけど私もそんな案思い浮かばなかったですけど、うん、まあだからどんな感じになるかわからないけど、キンパって何なんですか、定義は。キンパの定義、てか最近マジ携帯の充電減るの早すぎて涙出そう。キンパ定義、韓国風のり巻きのこと、ごま油で味付けしたご飯と具材をのりで巻いて作ります。韓国語ではキムが海苔でパブがご飯だから、キムパブキンパって呼ばれてるんですって。全然キンパと違いますよね。はい、海苔使わないですし海苔使わないですし、はい、そうです。買った買った、だからオムライス部の発想が良すぎて他の部活を応援されてる方々がもしかしたらいやそれはって思ってるのかもしれないですけど、発想力の良さはもうさすがうちの何オムライス部のアイデアマン千葉エリーが頑張ってくれたので、そこはプンプンしちゃダメなとこですよ皆さん。はい、アイデアマンがいるのでうちには。よかった歯茎つけましょうとか言わなくてよかったよかった。ハルピョン、うん、映え担当はコミさんでハルピョン広報です全然何もできてないんですけど広報として、うん、でも今日は本当にいろんなことを話し合って、オムライスいい感じの美味しそうなオムライスが作れるんじゃないかなと思っているので、たくさん皆さんには食べていただけるように頑張りたいなと思ってます。いっぱい食べてねみんないっぱい食べてね
友達誘って、それこそさなんかデザートとかだとさどうなんだろう、デザート部の配信が見てないからどんな感じになるか分かってないけど、1個で満足ってまあ思っちゃう人も多いじゃないですか。オムライスも1個で満足かな。ダメだった。でもそれこそオムライスとかだと本当に会社の同僚の人と一緒になんか、いやもう AKB のファンっていうのを隠してても、いやなんか最近新しく会社の近くになんか美味しいオムライス屋さんができたらしいんですよ、一緒に行きませんって言って一緒に行けば、あここって AKB がやってるんですねって言えばいいんですよ。そう、そしたらいい感じ。そう、そしたらいい感じ。いやでも私のあのあれ、コミさんがさなんかソース2個にしましょうって言ったの、あれは本当ビジネスのことしか考えてない女発動しましたよね一瞬。いやでもそれは2つ食べてもらいたいじゃないですか。うん、完全にビジネスが発動しましたね。いや私も分かるんですよ、私もいつも2つのやつを頼んじゃうから、ソース2つのやつを頼んじゃうんです大体、絶対大抵なんかこれも食べたいしあれも食べたいし、えどうしようみたいな、どうしよう、いやあ2つあるじゃんこれにしようって思っちゃうんですよ。そう本当に。でも今回はもう優しさじゃない、もう勝負だから。みんなが一回でも多く足を運んで来ていただける方が私たち的には嬉しいから、そうだからこそもうコミさんそれはビジネスじゃないです。はいって言いましたね、もうビジネスはビジネスをしないといけない。ソースガチャは笑いましたね、あれは。あれはめっちゃ笑いましたね。はい、ランダムソース、どこで売るんですかっていうコメントがめっちゃ来てるんですけど、都内某所っていうことだけしか聞いてないのでちょっとどこで売りますっていうのはわからないんですけど、そうでもできることならさ、それこそどっかのね販売なんていうの、どっかの他の県とか、まあそれこそまあ主要都市とかになっちゃうのかもしれないけど、そういうところでもやってほしいなとはね思いますね私たちも、うん、詳細もう私たちも分かってないので。そう、詳細を言えないっていうよりは分かんないんですよね。そうそうそう、分かんない。それこそ今 AKB カフェやってるじゃないですか、大阪と福岡とかでやってるじゃないですか、なんか福岡でもやりませんかって気持ち。福岡でもやりませんか、いつでも行きますよっていう気持ちです。めっちゃいつでも行きますよ。そうそうそう、行きたい福岡。てっきりコンビニでコラボするのかと、だってだからそれこそ本当にめっちゃ美味しいってなったらさ
確かに野球のシーズンじゃないかもしれない。だって半年じゃないですか、このあれが。うわ、野球のシーズンじゃないわ、シーズンオフじゃん。ダメだった。でへでへ、ダメだった。激沈ショック、かなりショック。そうそうそう、だからそれこそまあコロッケとかは難しいかもだけど、たこ焼きとかも、あ、たこ焼きはワンちゃんいけんのかな。それこそさ、コンビニとかでめっちゃ売れたりとかめっちゃしたら、コンビニとかデザートだったりとかはできそうだしね。コンビニとかどっかのね、もう私たちがオムライス部ですって言って活動していくようになったら、あ、1位になったらワンチャンあったりしてほしいですよね、そういうね。うん、やってほしい。だからってことは1位になるしかない。そう、1位になったら歌番組出れます、日テレさんの歌番組。AKB48 監修オムライス、売れる売れる。うろうろ、うん、1位になるしか、まあ、それこそ今さ、コンビニデザートのあれとかもめっちゃもうバチバチじゃないですか。だからデザートはさ、その企画開発のところでさ、いやAKB 売れますかねって、いやでも味とかどうなんですかねってなってさ、あれかもしれないけど、オムライスはさ AKB 売れる売れる。わかんないけど、でもデザートも売れそうですよね。別にコロッケもたこ焼きも、コロッケも横で売ればいいし、レジ横、ホットスナックのとこで。でも全部活やりたいですよね。うん、全部活やりたい普通に。だからそれはでもきっと普通になんかあれだと思うので、そのまあどこで販売、どういう形で販売になるのかがわからないですけど、うん、販売された時に皆さんが、まあ、好評だったらもしかしたらそうなるかもしれない。そうなんですよね、目指すのはまず SNS とかでファンの方とかにいっぱいバズらせていただいて、バズらせていただいて、そういろいろね、いろんな投稿とかに載せていただいて、でそこからは AKB を別に好きじゃなくてもオムライス食べたいなとかっていう方が来てくださって、で、まあ、私たちのまあ何なんですかね、なんかランダムの写真なのか何なのかわからないけど、でもそこのさ店舗の中にはきっとメンバーの顔はきっと店舗なのかもわからないけど、何もわかってないけど、でもそのお店の近くにはささすがにメンバーの顔はあるじゃないですか。だからそういうメンバーの顔を見て、え、この子かわいいってハルピョンのこと知ってもらって推しメンになっていただくことがやっぱりなんか普段の活動ではできない、お料理選抜だからできることだと思うので、そう、なんか劇場とかに行くのは確かになんか、まあ、アイドルそんなに好きじゃないからハードル高いっていう方でも、ご飯食べるのは好きだから、なんかじゃあ面白そうなお店見つけたからここ入ってみようとかってなってもらえたらいいなとは思います。うん、そうそう、まあ、新しい形での総選挙ですよね。まあこれがそれこそ
売り上げが直接的に1位2位3位に関わるとかっていうのはまだわからないんですよ。私たちもそのどういうあれで結局1位2位3位が決まって3位4位が決まってどういう形で1位がって決まるのかっていうのも全く分かってなくて、まあ、ただまあ売り上げは大事ですよねっていう感じだとは思うので、一人でも多くの方に食べていただけたら嬉しいなみたいな感じ。そうそうそう、ちょっと待ってね。パンダさんハートありがとう。それこそ日テレさんのね食堂とかでもね置いてもらって、なんか投票とかしてほしいですよね。どれが美味しかったとか、まあ、普通に売り上げとかでもいいですけどね、やってほしいですよね。もう本当にただしなんていうの、普通にファンの方じゃない方、普通に社員さんとかに食べていただいて、美味しい、美味しいじゃん、美味しいっていうかまあ基本的にはねあれなので、私たちが作るっていう感じではないのでちょっと何とも言えないんですけど味は保証できます。だからはい味はとっても保証できますよ。はいうんね、そこでの人気投票とかも面白そう。だからただただその AKB を好きな人っていうよりも、ただ自分が美味しいと思ったものとか自分が食べたいと思ったものに投票っていうかするわけじゃないですか。結局はその日テレの社員さんとかでしょ。だからやってほしいですね。ぜひ面白そう、まあ、そこら辺は制作さんがっていう感じなのでちょっと私たちは何とも言えないんですけど申し訳ねえべ、すまぬ。眠たい。そんな感じです。とりあえずは、まあ、皆さん楽しみにしといていただけたら嬉しいなみたいな感じなので、ぜひあのこの後の活動もちょっと私はね参加できるところと参加できないところがちょっと多々出てきてしまうかもしれないんですけれども、あの参加できる時には、まあ、もちろんハルピョンのために見ていただいて、参加できない時もオムライス部のためにあのぜひね何かあったらよろしくお願いしますっていう感じでお願いします。拍手。はい、本日の総括2つ目ででん、なんとまあもう知ってる方も多いと思うし、まあ他の女のことだから僕私は知らなかったよっていう方もきっと多いと思うんですけれども、うちの推しがドル明けに出ます。出たかった一緒に初日。あ、前から聞いてて、そうあの B 公演に出るんですよってめっちゃ不安ですみたいなのを聞いてて、いやでも大丈夫、ミスミンなら大丈夫だよって話はしてたんですけど、そうそうそう、そうなんです。
出るんですよ。前からは聞いてたんです、結構まあポジションもね、どこをやるかっていうのはもう私は知ってるんですけどそうそうそう、まあでも一回出てくれればもしかしたらいつか私とそのね、まあ、私がもうすでに2つのポジションを覚えているので、あのたとえどこのポジションと被っても被らなくても一緒に出れるチャンスがあるじゃないですか、絶対的に。そう、もう1つのポジションしか覚えてなかったらそこのポジションと被ったら終わりだけど、私が2つ覚えてるから、だからワンチャン出れるチャンスはあるんですよね。でしょ。だから被ってないんですよ私。なので楽しみですいつか出れると祈って、皆さんはどこのポジションなのか予想しといてくださいはい、うん、みずみんの会話、ゆきりんさん、なーみんポジが新しい人のは確定だよね。そうですね、私もいないのでね、誰がそこを覚えるのか、ドキドキの、あそこはマジでドキドキのポジションですからね。もう今からそのそこに出る誰かにプレッシャーをかけますけど本当にもう最後の最後まで一番気抜けないポジションですから、あそこはもうもうありがとうのところ、もう本当にもうもうギリギリのギリギリまで気抜けないんで、誰が出るのかわからないですけど、分かってるんですけど誰か頑張ってください。その日は DM、 昼は見れそうじゃないんですよね。だからあの普通に終わった後に24時になったから見るんですけど、そうそうそう、夜はワンチャン見れるかもしれないって感じ。そう、昼は見れなそう、マジでしょうがない。いや昼夜見れるんだったら出ろって話ですからでしょ、みんなそう言うでしょ、昼夜見れるんだったら出ろよお前ってでしょそうそうそう、間違いなさすぎる、マジでマジでそれは間違いなさすぎる、うん、だって私が例えばじゃあ誰がそのキャプテンのポジションを覚えるかはまだね皆さん分からないと思うんですけど、ってか分かってないと思うんですけど、私が出てればもしかしたらみずみんはそのなんて言うんですか、出ないかもしれないじゃないですか。だからみずみんに負担をかけさせてまでいや家で見るんだったらお前出ろよって言われますからそうそうそう、みずみんがそのキャップのポジションを覚えるのか、誰かが覚えてそこの誰かが覚えたところにみずみんが入るのか、それは分からないですけど、でも誰かには負担をかけてしまってるんです私は、はい、なので昼夜見れるんだったら出ろ以上まあ昼は見れないんですけど、夜はワンチャン見れるかもしれない。まあ見れなくても結局私は普通にオンデマで一人で推し見るんで、はい、どうせママもえ春菜出てないんだったら見ないって言うと思うんで、どうせはい見るんで結局どうせ一人で見るんでいいんですけどそうそうそう、まあなのではい、まあ、もし夜見れそうだったら実況するかもしれないです。でも見れなそうだったら実況はちょっとできないけどって感じ。
楽しみにしておいてください。見れそうなら連絡します。皆さんに、あれ18日なんか言ってたよ、なんだっけ、18日なんかだよねってババとさっき喋ってて、わなんだっけ、18日、ママてかママから LINE の返事返ってこない、寝たんですかね、ママ起きてた。そう18日なんだ、あそうだ、これ多分なんかどこからもまだ情報出てないかもしれないんですけど、でもあのスタッフさんにはいいよって、そのとその時にいたスタッフさんにはいいよって言われたので、もうここで言っちゃうんですけど、15日やってみっちゃです。橋本春奈のやってみっちゃ、ちょっと富山県内でしかまだ見れないんですけど、またねそのうち TVer にも上がると思うんで、あのまた一緒に見れたらなと思うんですけど、11月15日橋本春奈のやってみっちゃです。イエイ。今回は何に挑戦したかというと、次どれだ放送、あ放送あれです、あれです、次はあれですよもうどれか分かんなくなっちゃってる。次の放送はあれです、はい、もうあみずみんが放送始まってる、みずみん見てないか待って橋本、あ KNB で調べる、 KNB、 北日本放送、いっちゃん KNB、 お、なんか変わってるホームページ、え、うちだけないんですけど、うちだけ顔ないんだが、他の方顔、この司会者の方とか他の方顔こうやってあるのに、うちだけ顔ない、え、ピエン、ちょっとちょっと壁車使って、壁車ぜひ壁車使って。いつでも壁車使って。フリー素材なんだから壁車。いやそれはちゃんとあれ書かなきゃいけないけどね。なんか AKB48 みたいな書かなきゃいけないけど。壁車使って。そんな感じ。ということで15日、私もリアタイはできないんですけど、また TVer か YouTube かどっちが先か分かんないけどに配信放送されたら一緒に見ようと思いますので、待っててください。今日のハルピョンの話はもうしたい、話したいことはここまでです。何かありますかね。え待って、オオカミくんとオオカミちゃん、なんかあれ入ってんだ、ああとは今日まだ手元にはないんですけど、今日実は
なんととあるものをゲットしてきたので、またいつか皆さんの前で見て見てってできるようにってかするので、よろしくお願いします。その時はあのおーって言ってください。目いた、みずみん地おこしだって。だっていやーそうだよね。だからね、私もね、その10月の10月のあのお話し会の時とか波動の時とか、いつでも言ってって言ったんですよ。そうそうそう、いつでも教えるからいつでも言ってって言ったけど、多分他のことでみずみんも忙しくて、そう研究生の講演とかで忙しくて、多分みずみんならできるとまああんまね大きなプレッシャーは良くないですけど、みずみんならできるよって思ってるのできっと大丈夫。車買った？おめでとう。やったじゃん車。今日は何日？13日。地起こしは辛いっすよ。本当に本当に地起こしの辛さはマジでチーム K でも知ってるし、私雫もほとんど地起こしだったし、泥分けもそのめっちゃできてたわけじゃないので、そうレッスンに参加できたわけじゃないので地起こしの曲が多かったりしたし、だ公演は基本的に私地起こしが多いから公演の地起こしの辛さは分かります。本当に分かんないので、なんか当日先輩と合わせるってなった時に間違って覚えてた時の絶望ね。そう動画とかでちゃんと見ても間違って覚えてた時の絶望半端ない。そうでしかもかわいそうなことに19日って土日だから土曜だから昼夜じゃないですか。でしょ？だからそのじゃあ昼に先輩にちょっと早めに誰か来ていただいてなんか一緒に教えてくださいとかっていうことができないんですよね。そうだからもう本当にもうって感じ、もうっていうっていう感じうん、あと列がなんか違ったりとかそういうのもね生まれてきてしまうのでっていう気持ちです。うん、本当にみずみんだから頑張ってますよマジで。うん、でもやっぱみずみん推しの方は、私もそうだけど、やっぱそうやって先輩と同じ劇場に出るっていうのって嬉しいことですよね。だって先輩のファンの方にそうやって知っていただけるってことは、絶対にみずみんのそのなんか研究生の公演にしか今出てないじゃないですか。前座には出てるけど、そうでも今研究生の公演にしか出てないから、やっぱり研究生のファンの中でのファンは増えるかもしれないけど、まあダメですけどね、ダメですけどやっぱその先輩のファンの方が、あこの子も可愛いんだって思うチャンスがないわけじゃないですか。研究生の公演にしか出てないとダメですけどそうこの子のダンスパフォーマンスもいいんだって、えおーってなるチャンスがやっぱ研究生の公演だとない。その研究生の中だとあれだけど、他の先輩方のっていうのないから、ダ
メですけど。どっち、本当にどっちって感じ。いやまあ正直その一ファンとして、いつ水一喋れなかった、一水民ファンとしては正直もうもっとファンの皆さんに知っていただきたいから、もっともっともう押してあげたいっていう気持ちはすごいあるんです。でもやっぱり私は一応まだアイドルなので。そうやっぱそれ、これがゆきりんさんとかだったら別ですよ、もう自分の名前はもう本当にいろんな方にも広まって、もうそっからあとはもう広まってるから、そっから自分のこと好きになってもらえるのを増やすしかない方だとは別なんですけど、私も私でまだ広がってもないから、私も広まっていかいもらわなきゃいけないから、すごいもう葛藤、本当に葛藤です。そうもうあーって感じ。あーって感じです。うん、そうそうそう、ニックさんミラボル4つありがとう、22やばい溜まったって感じです。ちょっと今 TikTok ピョンムービーやってるので、これをあげたら歌いたいと思います。いや難しいところではありますよ。ミスミンのことは好きなんで。うん、エリーちゃんは TikTok やってるよね。チャケって TikTok やってる？大竹ひとみやってないか。じゃあコミさん、コミさんはやってますよね。エリーちゃんとコミさんだけ。あ、やばいバレちゃった。今日のピョンムービーのお相手バレちゃった。今日はオムライス部のみんなで撮りました。みんなじゃないけど、そうマチャリンがいないんでみんなじゃないんですけど、オムライス部のメンバーと撮りました。推しの推しは推しですよ。だってみずみんはルックスからクール系に見えるけど違う。本当に結構熱い魂を持ってる子ですよ。本当に。なんか今の AKB に本当に力になるような、なそういうなんていうんですか。本当になんか今の AKB を一緒に盛り上げたいですっていう気持ちがすごく強い子なので、だからこそより応したくなる。そう。よりも一緒に頑張ろうね。もう一緒にもう本当より好きになっちゃうって感じ。みずみん向こうから君が来た僕の好きな最強ついて匂いすぎてキャッチする、んで二
たつに結んだのピョンムービーあと 4%。 なんかそうピョンムービー上がるの最近早いんですよね。よいよい嬉しいことだ。無駄な時間がないことはいいことなので、フフフ、ピョが早く上がるのはとってもいいことです。ということで、じゃあ22個分歌ったら終わります。結局24時まで配信しちゃってる。やんなきゃいけない、まだ明日までにやらなきゃいけないことがまだあるんです。私にはまだ残ってるんです。意外とおでこ広い意外とおでこ広い、テカテカちゃん。何にしようかな、今日は何の日。大安、いい膝の日、漆の日。膝と AKB、 膝といえば宇多田敦子が出てきちゃった敦子宇多田敦子でもすごいリハビリ頑張ってるっぽくて。そうそう、何でしたっけ、漆 AKB なくない、そんなないですよね。なんか好きな曲歌おう。じゃあもう好きな曲歌おう。じゃああれでいつものランダムでいきます。これ歌えるかな。Loving you 愛しすぎて胸が息苦しい、人差し指君に向けて L のサイン、人差し指感じてくれ僕のエレキ、世界のどんな言葉探してもニュアンス違うだろう、もどかしい今の気持ちこの指でしか伝えられない、群衆の中で見つけた君を愛のビームで狙い撃ちしよう、その瞳その唇そのすべてを愛しくて今すぐに落としたい、抱きしめよう Oh baby my angel、 もう二度と離さない。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 人差し指感じてくれ僕のエレキ、体に流れている情熱の
血しを脈打つとき糸を間違えた狂おし僕の感情一本の指に集めようか愛される気配気づいたのなら聞かせておくれ真実をその瞳その唇そのすべてを愛しくて今すぐに落としたい抱きしめよう Oh baby my angel もう二度と離さない群衆の中で見つけた君を愛のびあれ群衆あこちら群衆の中で見つけた君を愛のビームで狙い撃ちしようその瞳その唇そのすべてを愛しくて今すぐに落としたい抱きしめよう Oh baby my angel もう二度と離さない人差し指感じてくれ僕のエレキ21個分あと1個あと1個どうしよう何歌おうありがとう全部歌い切っちゃったハートエレキということでハートエレキでしたあと1個どうしようランダムこれうわ歌えるかなまあ歌えるかララ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 ラ君は今僕の太陽ということで僕の太陽をじゃあ明日から、まあ、次ミラーボール来た時からは歌いたいと思いますということで皆さんお待ちください今日はミラーボール22個分ありがとうございましたそれでは配信終わりますランキング読むねあもうあと8分で12時なんだダメダメお風呂に入るもう12時前にはお風呂に行くって決めてたのでお風呂に入りたいと思いますランキングいきまーす1位ノーネームさんありがとうございます2位菊池直久さんありがとうございます3位パンダさんありがとうございます4位さあ今日 iPad 持ってるんだった iPad で見た方があなんかスクショしちゃったよいらないいらない iPad で見た方が名前が長く見れるんだったどこまで読んだっけ4位サプライズレバーサプライズレバーとチームウチラーさん、5位ニックさん6位トラックヤローとゴリさん7位、マジ8位スーさん9位マックミックさん10位スミちゃん11位ふんわり卵のオムタケ兄さん12位ともゆきさん13位ヒーロさんありがとうございますそして本日のラッキーと88位はカズノコさんでしたということで皆さんありがとうございましたそうですね眠そうですかいや日帰り東京はやっぱ疲れますねはいとっても
今日その新幹線で寝てたんですけど、なんかその座って寝なきゃいけないじゃないですか。で首こうやって寝てたんですよ。で起きた瞬間にそのなんか隣の方が多分そのそこで降りるってなって、あの立たれるってことで、そう出なきゃいけなくて、ですいませんって言われて、多分気づかなかったんですよ、イヤホンして寝てたから。でトントンってさ、あすいません、あの降りたいんですけどみたいな感じで、あすいませんってなって、うってやった瞬間の首、うっ痛っと思ってそうめっちゃ首が痛くなりました。やっぱ座って寝る本当に首が痛かった。でもそんぐらい眠かったんですよ。もうなんかそのHuluで映画見ながら帰ってたんですけど、もうどんだけ映画見ててももうすぐに寝ちゃうの、もう眠すぎて。そう、あ私基本窓側苦手な人間なんで全然窓側じゃなくていいタイプ。あでももう首痛くないです、大丈夫。あトントンされたのは女性なんで安心してか安心、別に安心も何もないと思うけど、あの女性です。はい、てな感じで今日皆さんお疲れ様でした。あと5分配信すれば12時なんですけど、あのお風呂場に行くって決めているので寝たいと思います。間違えた、配信終わりたいと思いますということで、皆さんありがとうございました。また、明日の配信は夜やるつもりっていうか夜やるので、明日は夜よろしくお願いします。それではおやすみなさい、バイバーイ、またね。あはい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはごめん、はるありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5879人の皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表はるぴょんこと橋本るなでした。皆さん本日はありがとうございました。それではおやすみなさい、バイバーイ、またねー。